皆さん、こんにちは。ウォーサンダー陸軍 CBT の第3波もついに来ましたね。これでより多くの人がウォーサンダー陸軍を体験できるわけですね。オープンベータがいつ頃来るか楽しみです。では、今回は陸軍 CBT に追加されたユーザースキンについて解説していきたいと思います。陸軍 CBT におけるユーザースキンは、画像編集ソフトなどで編集した画像を車両や航空機に貼り付けることができます。ただし、ユーザースキンが使用できる兵器は限られ、相手には表示されないので、ご注意ください。注意。クローズドベータですので、今後仕様が変更される可能性があります。ご注意ください。例えば今出ている T-34 のように、ユーザースキンを使用し真っ赤にすることもできます。エンブレムなどの画像や文字も貼り付けることが可能です。さて、ユーザースキンの作成方法ですが、ユーザースキン使用可能兵器のカスタムリゼーションを選択し、左下にあるユーザースキンを確認してください。そのユーザースキンの右側にある筆マークのところを選択しますと、このように、ユーザースキンはメインゲームフォルダにあるユーザースキンスのフォルダから確認ができると出ます。では、実際に確認してみましょう。ウォーサンダー陸軍 CBT のメインフォルダを開きまして、ユーザースキンズのフォルダを開きます。そうしますと、現時点でユーザースキンが使用できる兵器のフォルダが表示されます。ユーザースキンを使用可能にするには、使用可能の兵器のユーザースキンの筆マークや更新ボタンを選択してみてください。では、ユーザースキンの作成の方法ですが、兵器を選択し、そのフォルダ内にある TGA ファイルを画像編集ソフトで開いてみてください。そうしますと、このように編集可能な状態になります。もう編集済みですが、本来はこのような形になっているはずです。あとは、好きに編集するだけです。青を選択し、塗りつぶしのツールを選択し、このように青で塗りつぶしまして、保存して、ゲーム内で更新しますと、見事に車両が青く塗装されています。このように色を変えることができたりします。でもちょっとテカリが気になる方は、レイヤーマスクの追加をし、初期化方法を完全透明にします。その後保存し、更新しますと、このようにテカリがなくなります。このようにテカリ具合を変えられるのは良いですね。次は、実際に画像を貼ってみることにしましょう。このネウロイ風模様の画像を、そのまま貼り付け、レイヤーマスクの追加をし、初期化方法を完全透明にしまして、保存して、更新しますと、ご覧の通り、先ほどの画像が反映されています。現時点のウォーサンダー陸軍 CBT のユーザーペイントは、自由に編集ができて良いものです。しかし、好きなところに好きな画像を貼り付けるのはまだ難しいですね。この画像の通り、適切な場所に画像を置かないとちゃんとしたところに貼れないですね。では、次です。航空機のユーザースキンを編集する場合は、一番上にあるファイルを編集するだけで良いです。他のファイルは編集しないことです。不具合が出ますから。では、最後にですが、現時点では、戦車のユーザースキンはテスト走行及び試合では表示されません。しかし航空機には表示されます。と言っても、自身には表示されますが、相手には表示されません。以上でユーザーペイントの解説を終わります。この先ユーザーペイントがどのような感じになるか楽しみですね。では、ご視聴ありがとうございました。
だよー。よろしく。